はい、えー、ナメさんお疲れ様でございます。今回も動画のご提供ありがとうございました。ステーキングももう100回を超えてね、109回ですか。ですんで、単純に考えて2年以上、このステーキングっていうのをね、始めて、経ってるということになりますけども、いやー、この2年もね、いろんなね、状況が変わりましたよね。うーん、まあ今後、どういう風に世の中がなってくるのか、まあ想像するのは難しいんですけども、まあでもね、あの、打つ手がどんな時でも、 いろいろとありますんでね、YouTube を通信に、えー、いろいろと活動をまたしていきたいと思います。まあいろ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 とばっかり言うとね、非常に、えー、曖昧な国会答弁みたいになっちゃうわけなんですけども、まあ実際私たちは YouTube を通じてお金を稼ぐってことはもう変わらないわけですよね。 じゃあその内容をどういうものにするかってことだけがまあいろいろ変わるっていうことでしょうね。時には恋愛であったりとかね、あの時にはお金の仕事の問題解決であったり、まあダイエットだったりするわけなんですけども、美容と健康もその一つかもしれませんよね。まあ、人が悩むことってのは人が解決したいことであり、その解決のための答えっていうのは常に用意されてますからね。だからその回答と、その、 お悩みとこうマッチングさせる仕事が私たち情報提供者コンテンツ提供業のまあ請求なのかもしれませんねライフプロデュースアカデミーの方いかがですかね、うん、あちらの方もまたあのー、私の放送でよろしかったら私の放送を通じて紹介したいと思いますのでまたあのー、新しい情報ありましたら、えー、お送りいただければと思いますそれでは今日はこの辺でお疲れ様でございました中心状況がね通信状況 <laughs> なかなか悩ましいところだと思いますけどもいつも本当お疲れ様でございます